はい、始まりました気になるマネーセンス、はい、日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話をしていく動画です。ナビゲーターの北村です。マネーセンスから北村さんです。はい、で今回のテーマはですね、医療保険って本当にいるの、ということで結構何回も話してるように来ますけど、初めてですかね。この気になるマネーセンスで話すのは初めてですね。他ではまあまあまあいろいろと話してますけど、まあまあ改めて。そうなんですよね。まあマネーセンスにもいろいろね、保険屋さんね、保険の、ね、営業マンとか、勉強されに来たり、今でも多分お付き合いがある方もいらっしゃいますけども、その方にとってはね、なんかこう医療妨害してるんじゃないかって言われるぐらいなんですけど、まあ保険ってやっぱりね、いろいろ考え方があって、まあ、基本的な考え方をちゃんとね持ってた方がいいと思うんで、基本的にまあ医療保険っていらないです。まあね、今まで何回も聞いてるんで、ですよねっていう感じ。まあまず結論から言います。医療保険っていらないです。いらないんです。でその根拠についてね、ちょっとお話をしていきたいと思うんですけど、もう皆さんすでに、ね、保険に入ってるんですよ。でもうバカでかいものすごい保証のある保険にもうすでに強制的に入ってるんですね。素晴らしい保証が、でこれがまあ国民皆保険と言われる、まあ健康保険ってやつですね。これはまあ国民健康保険の方もいらっしゃるし、まあ社会保険ね、会社が半分負担してくれている、まあ昔でいう政府官庁ね、健康保険組合かもしれないし、他のね入っておられます。で多くの方っていうか、もうほぼ全て、よほどの特殊な事例でない限り、皆さん全員入っておられます。でこの健康保険っていうのは、まあ例えばお医者さんにかかった時に、支払うお金は3割負担、そうですね、まあ一部ね1割とかという、年齢が上がった人とかもいらっしゃいますけども、基本的に、普通の現役世代の人は3割を負担して、で7割は健康保険が負うような形になってますね。まずこの制度自体が、国際的に見ると非常に珍しい、みたいですね。でそれがうまいこと言っているっていうのもですね、うまいこと言ってますよね。基本的に皆さん疑問に思ったりとかはしてないと思うんですけど、で日常的に、なんか普通にあるので、普通ですので、あの疑問を差し挟む余地が特にない、そうですね。健康保険証を持っていけば、いくらですっていうふうにね、で毎月1回必ず持ってきてくださいねっていうふうに言われる程度で、持ってきたら安くなんだなみたいな、で7割負担3割負担3割負担とかは知ってるけども、なんか当たり前のような感じで受けられてますけども、これは非常にこうその時点で非常にこう特殊な、国際的に見ると、特殊な事例なんですが、これで高いね、医療にかかると、病気にかかったりとかして病院にかかると、本当は、風邪でも1万円ぐらい取られちゃうところを数千円で納めることができて、で、安く済むと、病気にかかるってやっぱり運不運っていうところがあるじゃないですか、幸運不運のところはあるじゃないですか、でその人の不正性があるかもしれないけども、だってでもその人は病気にかかりたくてかかったわけではないでしょうから、予防はね、必要かもしれませんけど、その人が全て悪いわけでもないし、かかっちゃう時はかかっちゃいますからね。でそういうような、いわゆるその人生生きている間で、不運なこともあるじゃないですか、でそういった見た時に経済的なね、負担を強いられた時に、その方の人生が破綻してしまうようなことが、起こり得るわけですよ。なのでそれを、お互いに助け合いましょうっていうようなところからね、もともとはそういうようなものがあって、そういうようなニーズがあって、皆さんが入っておられたと、でそれを社会保障として、日本という国は、みんな国民は全て、健康保険加入するということを、目的としてやっているわけですね。で実際にそう今そういう制度になっています。もちろん問題はあって、問題はあるんでしょうけども、若い人たちはあまり使わないで、老人ばっかり使っていて、でその老人でも必要のない薬とかね、そういうのばっかりでお金使われてるとかっていうようなものを問題としては今ありますけど、それととりあえず置いときましょう。今の今回の話は置いといて、
で、まあ、そういうふうにお互いに助け合うと、うんうん、でまあ、それも国民皆保険というのは法律で決まっているものなので、はい、皆さん入っておられま す, そうです、ね、うん、入っておられるんですから、それに足りないものだけ入ればいいということですね、うんうん、はい、まず一つ大きなもん あるのは、あの、まあ、皆さんがお金をある程度蓄えがあって、そう、うん、先ほど言ったように何か不運が起きた時に経済的な負担で破綻してしまうっていうことに、うん、備えるもの、これが保険ですので、うん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 、備える必要がないのであれば、うん、入る必要はなくていいっていうことですね、うん、で特にまあその健あの医療保険って呼ばれる、うん、まあ、あのものは健康保険の分野とほとんど被っているので、うんうん、健康保険で足りない分、またあの破綻してしまう分に対して、うん、備えておくということが必要になりますよね、うんうん、で、今ちょっと制度が変わってですね、はい、あの健康保険でそのあのあるんですけど、あの高額医療費制度っていうのがありますね、うん、はい、ありまして、ちょっとその制度は変わったんですが、うん、まあ、ほとんどの方が、うんうん、ほとんどの方が、月9万以上の、医療費、うん、自分自身が負担したお金です、うん、これは、うん、だから、自分自身が9万以上負担したらそれ以上の負担はいらないっていう制度が健康保険に入っています、うんうん、これは、会社にお勤めの方でも、個人事業で、国民健康保険に入っておられる方でも、うん、同じです、うんうん、はい、でまあ1ヶ月です、1ヶ月ですからこれは、はい、で数ヶ月に経ってしまうと、まあ、例えば2ヶ月だったら18万、3ヶ月だったら27万ってありますけども、うん うん、それが毎月、払えないと、うん、いうことであれば、うん、備える必要があります、うん、でもそれが払えるのであれば、うん、基本的にいらない、うん、はい、まあ、これは健康保険に適用される、うん、あの手術とか、うん、入院とか、うん、ね、まああのね、窓口に通院で払うお金も含めてですけど、はい、含めて、全部対象になりますので、うん、はい、当時あの多分保険屋さんとかは、結構なんていうかこんだけかかりますよって見積もり持ってくるじゃないですか、産後ベッド代がどんだけとか、あのがんになった時に陽子線治療したらこんだけとか、医療受けられないわけじゃない、うん、確かに、確かに、でその時までに、うん、蓄財があれば別にそれで構わないし、うん、逆にそれで例えば皆さんがあのまっとうに生活をされているのであれば、うんうん、まああのね、借入金として、うん、まあ、借りて医療ローンっていうののこともできますし、うん、一時的なものですから、うん、それはあのマイホームだって一緒じゃないですか、うん、住宅ローンはみんなバンバンやるじゃない、確かに、うん、医療ローンっていう単語なんかちょっと斬新ですね、うん、あります、あります、あ、うん、確かにそうですね、でそのために蓄財をしてやれば、うん、別に問題はない、うんうん、でその蓄財できないまで保険入ってしまってたりとかする人結構多いん で、そうですね、特にその医療保険というのは高いから、うんうん、そうなんです、高いんですよ、うん、がん保険、がん保険、がん保険で、多いですね、あの多いですけど、あの、まあ、まず払われるがんっていうのまず最初にちゃんと調べた方がいいですね、なんて言うんでしょう、あの上皮がんと呼ばれる、そのまあよく聞きますね、聞きますよね、それは含まれないって書かれてることがほとんどなんですけど、あれって何かっていうと、まあ簡単に言えば早期がんです、あ、早期に見つかったがんのことを言います、簡単にもうざっくりよ、うん、それはもちろんそれ以外のものも入ってたりするんですけど、ざっくり言えば早期がん、はい、だから早くに見つかってあよかったねってなるわけですよ、でこれ手術で取ったら、まあ、転移もまだないし、あの早くに見つかってよかったねっていうことになりますよね、でじゃあその手術しました、じゃあがん保険請求します、出ません、なんでだってことになるわけですよ、まあ、でもそれは手術代そのものがそれほどかかんないんじゃないですか、早期なら、いやでもかかりますよ、だって腹切るんですもん、ああ、うん、変わらない変わらない、じゃあそれなりのもんかかっちゃうってことですね、そうですね、でそのために入ってた保険が出ないっておかしいじゃないですか、まあ確かに、でしかもそのね、まあ健康のことですから、まあ、早くに見つかった方がいいに決まってるんですけど、そうですね、まあ、あの後に決まっ、あのその悪くなった時に見つかって手術したら出るのに、
良い時に手術して出ないってやっぱちょっとね心的にはどうですか、うん、ね、だからまあそういうような保険が多いので、うん、実際がん保険、まあ、あの出るものもあります、うんうん、だから僕自身お勧めしてそのどうして入るんだったらっていうのは後でお話ししますけど、うん、そういうものが出るものがありますの で、うん、でそちらの方に、ね、入られたらいいんじゃないかなというふうに思います、はい、で、あとまた三角ベッド代の話がありました ね、うん、でね、で三角ベッド代は基本的に払う必要ありません。おお、うん、そうなんですね。だから三角ベッド代っていうのはそもそもない。でもまあ請求されますよ ね、 そうですね、お医者さんの方もあの、ね、お医者さんというか病院の方も、はい、あのこれね本来は、何人部屋っていうのがあって、うん、まあ4人部屋とか6人部屋とかがありまして、ね、8人部屋とかありまして、うん、でそこに、うん、まあ、入る分では、うん、まあ、ベッドタイムセールで保険適用がありますので、うん、っていうことになります、うん、でそれが例えば個室、ああそうですね、はい、そう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 、個室になるとね、まあ、ランクがありますけども、ね、まあ、例えば一泊あたり1万円かかりますと、うん、これが差額ベッド代なんで、うん、お支払いお願いしますって言われます、うん、そうですよね、はい、うん、で基本的にこれは、拒否したらいいです。おえ払う必要がありません。まず例えばじゃあそもそもないんですから、その医療費の請求項目の中に差額ベッド代というものは一応 法律上はない、うん、へ、うん、その相部屋が全部埋まってましたと、でもさ個室しか空いてない、そういう時に多分言われると思うんですよね、うん、相部屋ね、あの大部屋のところは空いてなかったんで、はい、であなた今手術必要なんで入院してください、うん、だけど個室しか空いてないから、うん、いくらかかりますっていうふうに言われると思うんです。それは病院側の、あのいわゆる都合ですので、そうですね、はい、そうですね、はい、うん、こっちは関係ないですから。ああ、じゃあそれは言われても、はい、いやいやそれはあなた側の都合なので私は払わなくていいですよねという、そうですね、毅然とした態度。そう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 、あの基本的にですね、医療上必要で個室にしなきゃいけないとか、うんうん、例えば ICU に入らなきゃいけないとか、うんうん、ICU なんかも言ったら24時間看護ですから、そうですね、はい、で、そういうところに入らなきゃいけないっていうのは、うん、医療上必要だということであればこれは保険適用ないです。だから個室でも保険が出ます。あ、そうなんですか、うん、そもそも間違ってる方がいらっしゃるんですけど、へ、うん、保険適用がそこまで及んでるのでちゃんと。あ、そうなんですね、うん、だからお医者さんが必要だと判断して個室だ、うんうんうん、です、あの本当に安静が必要だと、うんうん、いうことであれば、うん、もうそれは保険内で、だからお医者さんがあの健康保険に対して請求すればちゃんと出ますので、はい、だからそれを負担する必要はないということですね。もちろんね、お金いっぱい持ってるとか、うん、まあ、裕福な方とか、うん、あのよくあるじゃないですか、その妊婦の方が、うん、すごい綺麗なところで、うん、出産したいとか、ね、セレブ出産って言いますけど、うん、そういうようなことをしたいのであればもちろんそれお金をね、やべえですけど、まあ そうですよね、そのために保険入ってくるのバカバカしいので、うん、それは保険じゃなくて、うん、まあ、ちゃんと自分自身のね、うん、あのポケットマネーから、うんうん、差額ベッド代を払えばいいですよ。だからね、基本的に医療保険はいらないんですよ、うん、蓄財で、まあ、いわゆる貯蓄の金額でそれが賄えるのであればいらない、いらない、うんうん、だけどじゃあそれ減らしたくない、うーん、うん、っていう人は医療保険 ね、 入っといた方がいいんじゃないのっていうふうに言われると思うんですけど、うんうんうん、それやったら、まあ、普通の年収の方であれば、うんうん、あの9万円ですので、うん、9万円を30日で割ると3000円ですね、うんうん、だから1日3000円今のところ、うんうん、あの出るような医療保険に入っていれば、うん、まあ、基本的には賄えてしまうので、まあ、1日1万円とか、はいはいはい、うん、入っておられる、まあ、もう高い人だと2万円とか、うん、入ってる方いらっしゃるけど、もうそれはもう言ったら病気になったら金儲かるみたいな感じなので、あ、いや、ね、聞きますよね、それ、ね、それねえ、それどうって思います。それはね、聞きますよ、はい、でも、うん、でそれやったらそのお金をちゃんと蓄財しておいて、うん、まあ、あのできればあの投資に回しておられた方が僕はよろしいかなというふうには思います、うん、はい、うん、かかるかかかんないかどうか分かんないものに対してね、うん、お金払っとってもしょうがないので、うんうん、もったいないですから、うん、で 月、まあ、毎日3000円の入院ね、うん、入院したら毎1日3000円っていう保険、うん、まあ多分一番低い保険になりますけども、うん、おそらくまあ多くの方が入れる、うん、あの共済っていうのがあります。あ、県民共済とか、都道府県民共済っていうのがあるんで、うん、まあ、それが僕はおすすめですね、
でそれにはね特約でがん保険も入れます。で実はですねこの特約の業務ちょっと本当にね真っ当な仕事してまして、うんうん、あの早期がんのその、うん、ああさっきの、出るんですよ。でまあ見直されたらいいんじゃないかなと思います。ただね見直す前に、うん一回自分が本当に病気でないかどうかを確認していただいて、まあねはい、もしかするとなってる可能性はまあがん保険入っててね、あの、ああ浅田が言ってたから解約しようかって言って、うん、解約した途端にあの、ねね、不調を使ってがんだったってね、うん、もうあのっていうのは、うん、ちょっとそれは目も当てられないの で、ねうんまあ、最初に、まあ、人間ドックなり健康保険なり、うん、あ健康診断なりね、うんちゃんと異常がないということを確認した上で、うんまあ、法律のねああの契約を変え変更されたらいいと思います、うんまあ、あのほとんど必要のないという保険ですけども医療保険というものは、うん、あのもし、まあ、特に日本は、うんはい、でもしそれで、まあねうん、あの不安だということであれば登録金共済、まあ、あの月額2000円で入れますので、うんうんでまあ、大体 25%、はい、500円は返ってきますから毎年毎年、うんうんうん、儲けられないんで、うん、共済は、はい、なのであの使わなかった分はあの返ってくると、うん、会員に返さなきゃいけないというものなんで、うん、2000円取られますけど、うん、毎月2000円取られますけど 25% 返ってくるということなんで、うん、まあ一月1500円、うんうん、そういうことになりますね。で済む、うん、ですから、うん、まあこれだったら入っててもいいかなと、まあうん、まあチーム 7% の、うん毎月の今現状は安すぎるんで値上げするかもしれないで、はい、一応今現状は毎月1500円、うんはいはい、と同じ金額ですので、うん、まあいいかなって。じゃあ、まあ今回テーマとして、はい、あの医療保険いるのかいらないかというところで、まあ、初っ端で、まあ、いりませんといりませんということでしたね、はいはい、でもし、まあ、どうしても入りたいというのであれば県民共済というものがいいものがあるんで、はい、そちらを選んでくださいということですね。もしかすると、まあ、ご存知の方も多かったかもしれないですけども。そうですね、うん、あのちなみに私は皆さんが何か、ね、都道府県民共済に入られたところで何のリベートももらえないので、はい、そこはここは言っておきます、ねはいはい、私何の関係もございません、はいはい、あの本当に第三者の立場として、はい、今喋ってますよそうそういうことですね、はい、私何にもメリットがない、はい、メリットがないんですよ。本当にこれメリットあったらいいのになそうですそうです、はい、ないです、はい、分かりました。じゃ あ、 あの一応保険選びの参考にしてもらえればと思いますの で、 そうです、ねはい、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。